5時から5時半までは歌のアルバムの時間です。今朝は水曜日。水曜の朝に皆様にお届けするアルバムは千春由美子の花の演歌女子力です。朝からディープな女子トークをお届けします。さあ、歌のアルバムが今から開きます。この番組は悟空、日健ホーム、カラオケラウンジマイカの提供でお送りします。さあ、今週も始まりました、千春由美子の花の演歌女子力。この番組は酒井千春、八木由美子でお送りします。おはようございます。ただいま聴いていただいた曲は私八木由美子で女花です。はい、姉さんちょっと噛んでしまいましたけどもね。はい、はい、ということで、今日は3月9日、はい、何の日かというと3と9、はい、3、9、これ分かりやすいね。
ね、ありがとう、サンキューサンキューの日、はい、ありがとうの日はい、ね、もうありがとうってもう、うん、その言葉だけでもね、そうですよね、いい言葉なんですよね、はい、でもなかなか素直にありがとうって言えないっていう、うん、ね、うね、ありますよね、ありますね、分かってるんだけどありがとう、うん、ごめんなさいとかね、うん、そういう言葉がね、やっぱこう素直に言える、うん、そうそうそう、もうことだし、特にありがとうは、はい、あの何でも通用するというのか、こうありがとうの一言だけで心が癒されたり、うん、ね、皆さんに感謝する気持ち、プラスのエネルギーを発する言葉だと思うんでね、はい、まあ、改めて言えてない人、ね、そうですね、これもうそういう気持ちを見直す日ね、今日はね、言えない人に伝えるといいんじゃないかなと思いますけども、はい、今日も今週もですね、そう、素敵なお客様に来ていただいてあります。中洲よしおさんです。おはようございま す、おはようございます。よろしくお願いします、はい、お願いいたします。今日はですね2週目ということで、オープニングから入っております、はい、このコーデではございます。2週目からクイズも一緒に参加していただいて、よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございま す。さあ今週もやってまいりました、はい、おんちゃん突然クイズまいります。はい、台所にある喜ばないものって何でしょうか。それは調理器具、台所、台所調理器具ではない、ただ台所には必ずあります。はい、喜ばないんです。喜ばない、喜ばないんです。この子は包丁。おう、なぜかというと、うん、包丁は切れるから。あ、その答えも素敵ですね。でも違うんですね、これは。そっか、喜ばない、喜ばないです。喜ばない、やかん、何ですか。あかん、あかん、違うか。違うんだ、それはあかんです。違う、何でしょう。瞬間湯沸かし器。それあの台所じゃなくても置ける。高橋さん分かりますか。はい、高橋さんどうです。何でもいて、まな板。違います、まな板。ちなみになんでまな板だと思ったんですか。いや、何も考えてないと思う。いやいや、まな板の声全然関係ない。そういう。何でしょう。上の方にありますよ。上の方に換気扇。そうです、換気扇。あ、ひらめいた今一瞬。素晴らしい。そういうことね。納得ですね。納得していただきましたかね、はい、じゃあ今週は素敵なゲストの高橋さんを加えてですね、楽しくやってまいりたいと思います、はい、お願いします。お願いします。お願いします。おかしなお菓子株式会社悟空、 QR コード付きせんべい、岐阜の名産品八乙せんべいをベースに販促品として喜んでもらえる商品です。チラシから食べれる広告へ、電話 050-5848-6383 まで。はい、改めまして、高須よしおさんです。おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします、はい、早速ではございますけども、はい、曲紹介お願いいたします。はい、第2弾泣かせてほしいの作詞いたしまして、作曲は、名古屋のミュージシャン森拓磨先生でございます。この曲はですね、この今この時代はですね、女性が本当に輝く社会で大活躍をですね、それこそ演歌の部分でもされてますけども、あえて私は昭和のレトロを振り返りたいなということで、女の涙をテーマにして、書かさせていただきました。まあ、ね、なかなか会えない、男を心の中で、追い求める、女心を歌わせていただきました。よろしく、皆さんお聴きくださいませ。
た窓辺に佇んで涙こらえて見送る私、あなたの肩に雫が光る。寂しく振り向き消えゆくあなた、二人の時は儚く流れ、かすかな残りが抱いてます。危うい愛になれたけど、叶わぬ夢になれなくて、もうそろそろあなたの胸で泣かせて欲しいの。雨のホームに来たけれど、レールの音が片言なって、私の心に冷たく響く。切ない思いに消えゆく明かり、あなたの待ち行き、容疑者があれば、ぬくもり欲しくて飛び乗るわ。一人の夜になれたけど、寂しい夜になれなくて、もうそろそろあなたに抱かれ、泣かせて欲しいの。悲しい定めになれたけど、儚い定めになれなくて、もうそろそろあなたの胸で泣かせて欲しい。岐阜日建ホームの高橋です。家づくりで大切なことは作り手の心と責任感です。日建ホームにして本当に良かった、人に自慢したくなる家を作れ、これが我が社のモットーです。頑丈で安全な家づくりは私にお任せください。日建ホーム、はい、ということでですね、まあ錦ブドスでデビューされたということでございますけどもね、はい、こう環境とかこういろいろね、こう、はい、いろんな人と出会って、そうですね、応援していただけると思いますけども、はいはい、なんかこれが変わったぞということは何かありますか。はい、まあ、この錦ブルースをですね、錦の地元の、まあ、会社さんに、ちょっと会社の、私の勤めていた会社のつてでですね訪問させていただいたら、向こうの偉いさんがびっくりされましたよね、うん、実は錦にご当地ソングないんだよということでですね、これは一遍取り上げてみようかということで、はいはいはい、応援いただいております。はいはいはい、ありがたいことです。ありがたいですね、本当ありがたいことです。はい、本当にみるみるご活躍されてる感じでございます、うん、それで広がっていくと、ね、はい、ね、よろしいですよね、そうですね、本当にそれがね、この錦ブルースもご自身で作詞をされてるんですね。そうですね、はい、でこうやっぱ作詞するとね難しいところもいっぱい出てくると思うんですけども、このどんなところに作詞をするポイントというか、はい、コツ気をつけられる、コツっていうのは全く自分で想像できない世界っていうのは書きませんよね、うん、
だからいろんな人人かけ、まあ、そうですね。じゃあ本当に経験談はしてないけども、他の曲からね、あ、ちょっとこうすぐね想像しながら、はい、いうことと、まあ確かに錦の歌はですね、夜の錦に吹く風にっていうのが始まるんですけど、別れた人を思い出そう、だからね、あの飲み屋さんの女性結構こうチェンジされますね、今度2回目行くと いない人からですね、いなくなっちゃうんですよね、はいはい、でどこに消えたんだろうと、こういうことなんですよね、そういう それをそれでは身も蓋もないんで、ちょっと格好つけて、あ、こうなんかこうそういったフレーズがパッと浮かぶっていうのはやはりこうロマンチストとか、そうですよね、ですよね、の持ってらっしゃるのがありました、そう、どう、あ、そうですか、ありがとうございます。なかなかね、いつも詩を書かれるときはそういうなんか経験談とかそういうちょっとそうです、ね、頭で想像しながらっていう感じで書かれる、ね、まあ、経験というのはあの、ね、今申し上げたように、ね、女性っていなくなっちゃうんですよ、はいはい、本当にあの仕事大変なんですからね、うん、それをこういう感じで、うん、これだって経験談だったら前もね話してたけどね、経験してないよ、すごいドロドロした詩とかだったら、じゃあその書いた人が経験したのかってなるとよく聞かれることですよね、そうです、そ の経験はしてないこともございますけども、だから歌は想像の世界って、はい、いつも、いろんな比喩表現やったりとか、どんな主人公にもなれますからね、歌の世界ってね、なるほど、いいことですね、はいはい、ね、そうな感じでいらっしゃいますか、はい、歌っていうのは本当にね、誰でもこう行き渡ることできますもんね、はい、ベリーグッドの世界ですよ、はい、本当、はい、もしね本当にどんどん頑張っていただきたい、そうですね、ありがとうございます、はい、それでは、曲紹介お願いいたします、はい、この歌はですね、錦三丁目初のご当地ソングということで、今全面的に今申し上げましたようにあのバックアップをいただいております。ご当地ソングっていうのをね、なかなかこう全国区になるっていうのがまあ厳しいとこですけども、一つこれを錦の金さんっていう言葉をね全国に広めようというつもりでですね、今やっておりますんで、ね、ぜひ皆様方に歌っていただければと思います。それでは高須義雄さん、錦ブルースお聴きください。残して未練が募る俺の背中に、一人歩く寂しい久宿り、残して寒さが残る俺の心に、一人歩く冷たい石
注いあげよう思い出す。なぜに呼んだか春を残して、なのみの風が肩に吹く。一人歩く悲しい桜通り。ギフ。八木由美子のお店カラオケラウンジマイカ、愛知県犬山市松本町 1-139、 月曜から土曜の夜7時から12時までの営業。電話番号 0568-62-4003。はい、番組も終盤となってきました。あっという間でございますけども、はい、いかがでしたか、高橋さん。いや、本当楽しい番組で。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それでは早速でございますけども、スケジュールと PR でございましたらお伝えください。ですね、金さん初のご当地ソングっていうのが、はい、やっぱり一番力を入れたいとこなんで、はい、ぜひ皆さんで歌っていただければ。全国になると思います、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。広がるといいです ね、 ね、ありがとうございます、はい、錦のね、錦のあちらこちらで、はい、ね、高橋さんの歌が、はい、聞こえてくるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、八木由美子さんスケジュールお願いいたします。はい、私ですけども、今週の土曜日12日そして日曜日13日ですけど、犬山城の下の城下町特別特設会場でですね、八木由美子歌謡ショーを行います。はい、はい、その12日がね、はい、今度の土曜日、はい、夢のコラボですね、ちーちゃんと、はい、酒井千春ちゃんと、ちょっとコラボさせていただくという、ね、はい、遊びに来ていただくんですね、はい、時間は、だいたい2時ぐらいだと思いますので、はい、皆さん季節がいいのでね、また遊びがてらどうぞ、ね、うん、城下町ですから、そうなの、ちょうどね、ちょうどいい雰囲気のね、はい、そう、暖かかったら桜も、ね、もしかしたらちょっとつぼみぐらいまでにはなってるかなっていう感じでしょうかね。はい、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 私酒井千春ですけども、3月13日、これ三重の松坂方面の方にお邪魔させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様に光のシャワーが降り注ぎますように、素敵な一日をお送りください。いってらっしゃい。それでは最後に酒井千春の柳瀬恋物語お聞きください。思い
日の涙味小指に落ちた千春由美子の花の演歌女子力。この歌のアルバムではいろんな番組を紹介していきます。明日の歌のアルバムではさつき南風歌心をお送りします。ナビゲーターは井上舞でした。それではまた明日の朝。この番組は悟空日経ホームカラオケラウンジマイカの提供でお送りしました。